愛をもらんだオールドジェネレーション。愛をもらんだオールドジェネレーション。どうもコランダ TV のポチモです。モドリエスです。 TKB です。はいはい。ということで今回私たちはどこに来ていらっしゃいますか？ここはこれは福井県敦賀市。そう、コランダーの敦賀マラソンで有名な敦賀市です。なるほど。私たちが上位を占領するホームといえる、まあそうですね、唯一のところで、1位になってポチモさんはそうですね、でなんか近所のおばちゃんに握手されるっていう、握手せがまれるっていう、はい、そうですね、あの時はちょっと輝いてた時代です。ということで、なぜ敦賀市に来たかというと、なぜですか？フィッシングアルマー。岐阜県海がないんですよ。そうですね、海なし県なんで敦賀まで来たわけです、はい、海釣りをしようと。で現在時刻朝5時過ぎということで、ちょっとやや遅めなんですけど、はい、これから餌を買って釣りしていきたいと思います。そうですね。で僕ら釣り初心者なんですよね。そうなんですよ。で、まあ、知識をある人が誰もいないっていう結構絶望的状況に置かれて、はい、それからどれだけ粘った釣りができるかっていう。小学校以来やってないですね。そうですね。ドルギルとかバスしか釣ってないんで、海釣りは自分らで行くなんてもう初めてなんでね。そうですね。家族でっていうのはありましたけど、自分たちでっていうのは初めてですね。なんでまあ釣れるかもわからないんで、釣った人がスペシャリストということでいいんじゃないですかね。まあ狙いは何ですか？やっぱあれですか？ミスドロスですか？そうですね。いや、穴狙い。穴狙い。魚なんですか。やっていきましょう。それでは、レッツコランダー。リリース。はい、捕まえました。ポチモです。何これ本当に。はい、TKB が釣りました。これは歯で、また俺が釣ったやつでね。さっき釣ったやつですね。ちっこいな。素晴らしい。ジン。すげえよ。はい、では今帰ってまいりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ結果から言うと、私がマハゼを1匹、私がマハゼを1匹、私がマハゼを0匹以上ということで、朝から3人で4時間ぐらい、結果は2匹、しかも食えないリリースこんぐらいのやつ。まあ私が投げで旅引きで1匹。こういう結果やったんで、まあぜひまたリベンジですね。第2弾ですね。第2弾。今度は何でしたっけ？次回はバス釣りで。バス釣りですか？今回はスペシャリストはもうなしで。なしですね。そうですね。一匹なんで。次回はブルーギルでもバスでも釣った人がスペシャリストということで。はい。大きさですね。次は。ああ、そうですね。まあそもそも釣れるかどうかわからないですね。琵琶湖チャレンジ。琵琶湖チャレンジ。琵琶湖生で。琵琶湖生で狙っていきました。はい、ではそういうわけなので、はい、また次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。どこに来ていらっしゃいますか？ここは。これはどこに来ていらっしゃいますか？ここは。これ